すごいわね。機械族で二人目のソピラノス愛、所持の子ね。まだ自我がないのね。でも大丈夫。それはまだあなたが不完全だから、最後のパーツを合わせることで、あなたは完成するの。ここからあなたの個性が生まれ、自我を持ち、才能が生まれ、そして感情を知る。その完成度によって私たちは完全なる生物へとどの種族よりも先にたどり着く。あなたはどれほどの完成度を見せてくれるかしらね。そこから私の自我が生まれた。塩様、お勤めご苦労様です。その子がそうですか。そ、名前はエテルっていうの。かなり優秀な子だから大事にしてね。エテル。そうよ、可愛らしい名前でしょ。オートマタレイリウムは最高責任者が名前を決めることになってるの。私はオートマタレイリウム、序列5位、中置、発光、のニクル。オートマタレイリウムは生まれた時の完成度で全て目上になると思うけどよろしくお願いね。うん、よろしく。ニクル、エテルは構成員ですよ。オートマタレイリウム、序列9位、中置、音量、構成員内は1位と2位以外は上下関係はなし。なので同僚として仲良くしなさい。構成員でしたか、珍しい。構成員、9位、音量。そうだよ、エテルはすっごく完成度が高くて構成員に選ばれたのよ。誇りなさい、構成員はたった12名しかいないわ。それだけこの重機という地位を得るのは厳しい。塩はどの地位なの？私はさっきも言ったけど、オートマタレイリウムの最高責任者、つまり幼なの。だから、オートマタレイリウム、序列1位、明確、このエデン全域の機械族の生死を管理してるわ。立ち話もなんだし、部屋に移動しましょう。エテル笑ってー。塩様、はしたないですよ。だって幼女タイプだよ。すっごいレアだよ。しかも構成員、それに、ソピラノス愛。もしかしたら、ヘブンズハート、に将来選ばれちゃったりして。私すごいの、わかんないんだけど。ああ、機械族は最も全体的に完成度が高いことを求められる。他の機械族に会ってみるといい。私たちのように感情があるみたいに話すものは少ない。それこそ位をもらっているものくらいだ。あとはどこか欠落している。無慈悲といったところかな。感情か。エテルはまだ生まれて間もないからね。まだ感情というものがわからないのよ。いろいろ経験したらきっと身につくよ。ダリアーイズー笑ってー。塩の第一印象は残念経理人。すっごく大人っぽいのにどこか幼稚に感じる時があった。機械族は肉体はあって人間とほぼ同じ仕組みなんだけど、特殊で見た目の成長はないらしい。だから塩は生まれたとこからこの見た目で、ニクルも生まれたとこから何も変わっていないらしい。いないいない。だあ。何それ、面白いの。塩様、生まれたてなのはわかりますが、エテルの精神年齢はすでにその域を超えてますよ。私エテルの笑顔見たい。私ロリコンだから絶対に見たい。私、こういう時はどうしたらいいの？残念ながらこびても出世するわけでもないから素の反応でいいと思うわ。出世はないけど私がすっごく喜ぶよ。誰かを笑顔にできるのはすっごく幸せだと思わない？幸せ、私、その感情わからない。塩様、生まれて間もないエテルに感情論はやめてください。私でもわからないのに。こうやって私の容姿がよっぽどいいのか、すごくかまってくる人だったのは覚えてた。今思うと、ここまで私に良くしてくれたのは塩だけだったと思う。エテル、構成員に入って数ヶ月、塩様が面倒を見ていると聞いていたけど、塩様と同じソピラノス愛、もしかすると私が慕える主になるかもしれない。会議もまだ先だし、顔だけでも見ておきたいわね。世界共鳴。今日はメンテナンス室にいるのね。ちょうどいいし私も訪問してみましょうか。世界干渉、指定点へ。塩、何しに行ってるの？受付登録よ。エテルはデータがまだないからね。ここはメンテナンスルームといって、身体的に異常がないか、測定したり、実践したりといろいろ自分のコンディションを知ることができる場所でね。データ登録しておくとメンテナンス前と後で比較ができるし、自分のポテンシャルが可視化できるから的確に調整ができるってわけね。実践って戦うの。そうね、私たちは別に強さは必要ない種族だけど、それなりに戦えるから調整して損はないわね。それに私たちは、無尽蔵の器、という無限にオーラを生成する特性があるの。だから使い方を誤ると色々痛い目を見るわね。そっか、自分の力を知っておくのは普通のことだね。エテル、ニクル、受付終わったから入ってきていいわよ。エテル、ニッコニッコミー。塩何してるの？この時計、ホット計。時計なんて持ってないよ。塩様、それは私でも笑えませんよ。おかしいわね、私は一度聞いて笑ったんだけど。笑いの沸点が低いのですね。とりあえずエテルのポテンシャルと能力を見て戦い方を教えるから手伝ってね、ニクル。私、そこまで戦闘は得意じゃないですけど。知ってるわ、実力順じゃなくて完成度順だからね。それはエテルも同じだしきっと大丈夫。
それに、私のエテルがそこらの土畜生にもてあそばれると考えるだけで、ジオ様のではないですからね、自己防衛を覚えてほしいというのはわかりましたが、とりあえず想定も兼ねてるからエテルは思うがまま戦ってみて、あと笑って、とりあえず自分の中にある能力があれば使ってみて、能力、と言われても何かどうするかもわからないのに、とりあえず力を入れてみるとか、あ、なんかできた。能力使ったね。それじゃあ鑑識鑑定を行って能力や特性を出して。タナトスハンド、発動中に触れた者の魂を奪い、即死させる、能力優先度レベル4。何この能力、オートマタレイリウム、では信じられないくらいの攻撃特化能力、しかも特性も。これは、いけない、その実戦中止。中止なの、別にいいけど。誰？オートマタレイリウム、序列2位、当確、カトラナ、あなたの上司に当たるものよ、よろしく序列9位のエテル。どうも。なに、この力は、世界に干渉する最高峰の完成度を誇る私に見せてみなさい。別にいいけど、塩から実戦やめるように言われてるからちょっと待って。カトラナ、その手に触らないで。え、これって。え、連想支配。カトラナ、危なかったわね。あと少しであなた、死んでたわよ。なに？あの木から。死神。ね、私たちはいろんな種族をモチーフにして作られることがあるけど。これ見なさい、この子のポテンシャルが全部あるから。能力、静止支配、電脳支配、残り能力空き容量8項目。特性、無尽蔵の器、天帝の宝物庫、無性の境地、タナトスハンド。さっきのは能力じゃない？特性、特性だけで今カトラナ、あなたは殺されそうになったの。でも身体ステータスは一般人程度、しかも伸びしろもなし。でも正直、特性だけであなたを殺せる、逆にあなたはエテルを殺せない、それどころか私すらも傷一つつけることはできない。塩様、これは、大丈夫、エテルはこれから分別を教えて判断ができる子に教えていけばいい。そうすれば強力な仲間になるわ。そのためにも私たちがしっかりエテルを育てていきましょう。それが、オートマタレイリウム、よ、どの生物よりも高みに行くことが可能な一族なのだから。今、エテルの手から出てきたもう一つの手、あれが能力。私能力なんて何も使ってないんだけど、使い方わかんないし。え、能力じゃない？それなら特性、あんなまがまがしいものが特性なの。エテルー、さっきの感覚を教えてくれるかなー。え、とりあえず力を入れてみただけだけど、だそうか、必要ないかな。無理ですよ、私では面倒見きれない。だって怖いもの。なんだ、いきなり会話をやめたぞ。おい、これまさか回想シーンに入ってないか。待て待て、ただでさえ、この会話パートの下りであと4話くらいはあるからハイペースで進めないといけないって時期にまさかエテルの回想で何話か取られるのか。エテル、どうしたんだ。今、階層入ったから黙って見てて。パト、ここで行く。階層は、俺目線だと。読むのま。このシーンが戻るまで主人公らしいセリフ考えといて、普段空気なんだから。余計なお世話だよ。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回も、お楽しみにー。